で、この2人、まあ、幼なじみ。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 幼なじみ好きですか？好きです。大好きです。本当に可愛かったな。反芻してらっしゃる。反芻してらっしゃる。皆さん、こんにちは。チルチル。商業 BL レビューサイト、チルチル記者のアプリコットと、チルチル編集部、実写ドラマ評論家、ひろみちゃんアンダーグラウンドです。よろしくお願いします。はい、ということで評論家のひろみちさんに来ていただいたんですが、はい、今回は何のお話をするんですか？今回は彼のいる生活。わはい、ということで4月11日木曜日から東京 MX とアベマにて放送開始されたドラマ、はい、彼のいる生活なんですけれども、はい、TVer や U-NEXT など各種配信サイトでも見ることができますが、皆様はチェックされましたでしょうか？でしょうか？はい、もちろん私たちもチェックさせていただきましたが、本当に楽しみにしてました。はい、したいや、もう本当にキュンっていう、もう本当になんて言うんでしょう、はい、あのこのキュンの後に余韻がファってあるような感じのキュンで、本当にいろいろなものが含まれている、ありがたい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 連呼できるような、そんな、はい、はい、感じになっておりますが、はい、はいはいはい、そんなありがたいドラマのお話をひろみちさんとせんずながら私でお話しさせていただきたいと思いますので、はい、そんなドラマ彼のいる生活の魅力を語り倒していきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、それでは早速やっていきましょう。それではこちらの彼のいる生活、はい、原作が宮田徹先生が、はい、書かれているヒット作でして、こちらは読んだことございますでしょうか？あ、私は、ま、ドラマから入りまして、はい、ちょっと原作もちょっとだけチェックさせていただいたんですけれども、うん、ドラマと原作でどうですか、違いとかは。はい、今回まだちょっと1話なんですけども、はい、ドラマと漫画の違いでちょっとおすすめしたいシーンがドラマ内1話にありまして、うん、こっちの夏川くんがちょっと体調をちょっと崩してしまって、ちょっと熱を出して、うん、で、ベッドに、和人がこう持ってお姫様抱っこをして寝っ転がらせるっていうシーンがあるんですけども、うん、ちょっと原作ではまた別の描き方をしてる寄り添い方をしておりまして、うん、ドラマでは今回夏川くんが和人の手を寒い寒いって言いながらギュッと両手でホールドするっていう、そこはあざとさが出てましたよね、描き方して。で、原作とはちょっと違うテイストの寄り添い方なんですけど、なんかそれがすっごいなんかこのなんて言うでしょう、うんうん、両手でキュッて握りしめて行かないでってしてる、意識朦朧の中無意識でなんか行かないでってやってるそのシーンがもう本当にキュンみたいな。なるほど。それで結局和人はもうそのなんかギュッとしてる夏川を見ながらベッド脇でそのまま手を握らせたままこう座って朝を迎えるっていう、そういった献身的な和人の姿を描いてるシーンなんですけども、またそういったシーンのオリジナルな形での描かれ方っていうのも、その和人の献身さとかその夏川くんへの思いとかっていうのが見れてとってもおすすめです。ありがとうございます。いや、その寄り添いながら寝ちゃうシーンも素敵なんですけど、はいはいはい、そもそもこの二人はなんで同居してるのかっていうところですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、まあ、いきなり同居からスタートするんですけど、はい、まあ、それには訳がございまして、大学生になって、まあ、この二人の両親母親同士が仲いいんですよ。その、お母さん同士で勝手に大学進むんだったら一人暮らしするよりも一緒に住ました方が節約になるんじゃないっていう。いや、
ちょっと強引なねそう保護者様の視点ですけれども、そうなんですなんですけど、そういったなんか理由でちょっとあの2人を一緒に住まわせるっていう、なんか2人での意思というよりかは母親の意思でそうなったっていう形で、この2人、まあ、幼馴染好きですか？好きです、大好きです。いや、いいですよね、はい、幼馴染で、この2人ただの幼馴染ではちょっとなくてですね、あの小学校の頃は仲良く遊んでいたりとかって、お互いの家に遊びに行ったりとかっていう描写があったりするんですけども、中学になるとあのクラスが離れてしまったりで、あとは高校は別々の高校に通っていたっていうこともあって、夏川くん の, そのドラマ内でのセリフでもあるんですけど、やっぱもう他人みたいなもんだしねみたいな、あ、若干距離が離れちゃってる、そうなんです、そうなんです、ただ距離が離れちゃってるんですけども、まあ、同居を始めるっていうので、若干のその気まずさっていうのを夏川くんは感じていたりとか、戸惑ってましたね、戸惑ってるっていう感じがすごくよく出てる、はい、ただ和人くんはもうずっと夏川くんのことを思っていたので、嬉しくってウキウキしてるっていう描写が、そこの対比もね、いいんですよ、本当に。なんか、あ、本当に和人が夏川のことをずっと好きだったんだなっていう分かるような、その目線の配り方とか、そういったところがもう本当にたまんないなみたいな、いや、演技力に感謝ですよね。いや、感謝感謝感謝と目力に感謝みたいな感じなんですけど、本当に、はい、この2人でも結構正反対な感じですよね、うん、そうですね、はい、なんか性格としては夏川くんがそのなんて言うんでしょう、世話焼き、まあ、おかんみたいな感じ、おかんみたいな、まあ、そうなった理由としては、両親が共働き で、で2人妹さんがいて、ちょっと今年が離れてるので、その2人のお世話とかっていうのを、もう夏川くんが長男キスでしてたっていうのもあって、ちょっとお関係みたいな、ただ可愛らしい男子みたいな感じなんですけども、はい、あとはもう和人さんはもう本当にもう典型的な爽やかイケメン野球男子みたいな、いやー、モテの塊ですね、モテの塊、もう本当にモテの塊っていう感じで、はい、でそれでやっぱ和人はやっぱそのモテの塊っていうのを、そのなんか妹、このなんか夏川の妹の2人もやっぱ和人のファンなんですよ、あー、キャキャ言ってましたもんね、そう、一緒に同居すんなみたいな、はわーってはわーってなりますよね、私たちも会えるのかなみたいな、え、じゃあ遊びっていいみたいな感じになりますよね、会えるなら、でそういったなんかやっぱそういった妹2人とかからもモテるエピソードとかを聞いたりとかしたんで、ただ彼女がいないっていうところにやっぱ夏川は親どうしてそう、親親親ってなっていくわけですよ、本人は振られちゃうって言ってましたよね、そうなんです、そうなんです、いつも振られちゃうには理由があるっていう風に、でもここが和人くんのたまらないポイントじゃないですか、いや、もうそうなんですよ、好きな人がね、他に好きな人がいるでしょっていう形でいつも振られてしまうんだよみたいな感じで言っていて、で夏川にはわからないとか、今まで触れないようにしてきたみたいな感じなことを全部夏川にはとっても触れたりとかっていう部分で、夏川はちょっとみたいな、元カノには触れてないけど自分にはみたいな、で、え、夏川俺にはわからない、ええみたいな感じで、まあ、第1話が終わる。いや、もう本当になんて言うんでしょう、もういろんなそのだった30分ではあるんですけど、本当に要所要所で、あ、このシーンこのシーンこのシーンっていうのがもう散りばめられてる、そんなドラマですね。そうですよね、和人のなんか、あ、好きなんだろうなみたいな視点が私個人的にめっちゃ刺さりました。本当に私もその目線で言うとすっごいいいなって思ったのが、2人が同居した初めての夜に一緒にご飯を食べるんですよ、
まあ、それをまあ夏川くんはもう手慣れた感じで、まあ、それがまたチューって音とかもうそのまあ飯テロですよ、ね、確かにお腹空きましたね。と美味しそうで、ちょっと私もなんか夜更けにちょっと見てしまったのでちょっとお腹鳴ると思いながらも、でそのご飯を食べてるシーンとかでもそういったなんて言うんでしょう、その和人の目線っていうところでが良かったりとかするんですよ。そのなんか彼女をどうしてできないんだみたいなこと言われた時の、うん、そのなんかちょっとその含みのある目っていうか、いやお前のことが好きなんだけどみたいな感じで目で語ってるかのような。いやでも伝える気なさそうですよね。いやその時は全然そうの気づけばみたいな感じなんですけど、はい、もうなんかそういったのがたまらんなと思いつつ、でだんだんそのドラマの最後の方でなんかちょっとそういったなんか含みのあるセリフを言って、まるでなんかその夏川に気づいてもらいたいみたいな感じになったじゃないですか。あでその後に2人で、買ってきたケーキを食べるんですよその時もまずはそのチーズケーキだったんですけど、夏川くんが大好きなチーズケーキをこう食べてるところを和人はもうガン見してるわけですよ。あまずはなんか自分の好きな人が食べてるところを見てから喜んでる姿を見てにやけつつ自分を食べるっていうところがもう本当にいい描写と。このいいですよね、限界の描写。そう食事シーンのなんかそういった目線とか、うんうんうん、もう美味しそうっていうのもあるんですけど、2人のそういったなんて言うんだろう目線に注目して見てもらうと、はあ、キュンポイントがたくさんあるって感じですね。ジレキュンですね。いやもう本当にその通り。はい、ということで、はい、彼のいる生活について話してきましたが、はい、はい、ひろみちさん的には、はい、どこに注目してほしいかってポイントを教えていただきたいんですけど。いやもう本当に今までもうずっとちょっと喋ってきちゃったんですけど、はい、まあ、3つにまたちょっとまた改めてまとめてお話をさせていただくと、はい、まず1つ目、うん、2人の出かけてるシーンでの、はい、和人のバッティングシーン、あーちょっとなんで振られちゃうのかダメポイント探してやるよってやって、ちょっと近場デートみたいな感じのことを、そうなんです疑似デートみたいな感じのことをするシーンですね。そこでのバッティングシーンの見事さと腕まくりとかその腕の血管とかっていう部分がもう本当に素晴らしい。でなんかそれでポイントとしてはこの、うん、役者さん佐藤龍我さんっていう、はい、役者さんなんですけども、得意なスポーツがサッカーとか空手って書いてあるのにバッティングセンスみたいなちょっとスポーツ版のそこにびっくりしちゃって、どこまでできるのみたいなめちゃくちゃ当てるじゃんっていうそういったシーンも、ーでそこにそれを見てるなんか夏川のえすごみたいな顔も表情もすっごい可愛いです、すごい可愛いんですよ。そういったシーンがまず一ついいかなっていうシーンで、はい、そこはまあやっぱ漫画でも描かれてないなんかそのなんていうんでしょう、デート内容あーディティールをね、自社ならではのはい、がすごくいいなって思いました、はい、でそれで二つ目やっぱ身長差ですよ。あキュンキュンしますよね。身長差なんですよ原作でも結構こう体格差が結構明確に現れているような、このあ後ろの背拍子のところとか特に、あそうですね、はい、そうなんです、すごい体格差があるんですけども、実際の役者さんたちも、和人演じる佐藤龍我さんが180センチで、夏川亮太をやっている酒井翔さんが164センチという、もうすごい良くないですか。いやちょっと叶っちゃいました、オタクの願望が叶いましたよ全ての願望が叶ったんじゃないかっていう身長差みたいな感じの、はい、そういった体格差っていうところもぜひ注目してもらいたいですね。そのやっぱ嬉しいですね。そうなんです、そのさっき話したデートシーンで2人で並んで歩いてるシーンがあるんですけど、うん、そのところとかもその身長差が明確に見えてハキュンってなるような感じなので、はい、ぜひ見てもらいたいですね。はい、はい、で最後3つ目3つ目
は、もう夏川の罪的な可愛らしさ。いやこれにはもう感服しましたよね。感服なんですよ本当に。はい、もうなんかご尊顔もそうなんですけど、はい、そのなんて言うんでしょう、夏川のリアクション。がもうとっても可愛らしいんですよね。無邪気ですよ。もう本当に無邪気、本当に無邪気。なんかなんて言うんでしょう、その和人に対する純粋になんで彼女ができないんだって、そう、そのなんかそのなんかそうやって問い詰めていくじゃないですけど、なんでなんでってなってる姿も可愛いんですけど、私的に一番もうギュンってきたのが最後に、そのなんか和人が買ってきてくれたチーズケーキを食べるって聞かれた時に食うっていうシーン。あー、その後ウキウキでお皿用意してた。そう、あのクーがもう本当にハンって、もうなんかもうなんて言うんだろう、あの音といい、言い方といい、表情といい、なんだろう、私無限にチーズケーキを夏川に供給したくなるっていうぐらいには可愛くってワンちゃん見てるみたいでしたよね。そうです、そうです、なんか本当子犬がなんか食べるって反応したみたいな感じだぐらい本当に可愛くて、ご飯いっぱいあげたい。どうやったらあんな可愛さがもうね、なんかに画面を越してまでこう視聴者側の方まで可愛いのをかけれるんだろうっていうぐらいには本当に可愛かった。反省してらっしゃる。反省してらっしゃる。いや反省しちゃうな。あ、じゃあそんな、はいはい、すいません、夏川を演じる坂井翔さんの可愛さにもぜひやられてほしいということで、はいはい、もうやられてください本当に、なんかもうマジでやられる。はい、ということで彼のいる生活第1話について語ってまいりましたが、いかがでしたか？いやもう本当になんかいつまででも喋れるじゃないですけど。そうですね、もっといろいろなんかこう、あ、キュンキュンっていうポイント細かくあって、なんかもう大変でした。なんかそう、映像垂れ流ししながら、あ、いいわ、あ、いいわ、いいわみたいな、無限にいいわの無限、いいポイントのメモが止まらない。あ、これからが楽しみですね。原作ファンとしては、あのシーン描くのかなとか、このシーンどうやってやるんだろうとかっていうのをもうこう妄想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 しながら、もう楽しみですね。でこれから距離が縮まっていく2人が楽しみですよね。本当に楽しみです。はい、ということでドラマ彼のいる生活は東京 MX とアベマにて毎週木曜日25時5分から放送されております。TVer や U-NEXT など各種配信サイトでも順次配信開始されておりますので、ぜひぜひ1話見逃した方まだ間に合いますのでチェックしてみてください。はい、それでは春の映像かなり豊作の予感でございますので、はい、またひろみちさんと一緒に語って まいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあドラマのチェックもお忘れなきようお願いいたします。はい、それではせーの、バイチルー。